たかがそんな順位かと思っていただいても結構ですし、されど順位をつけましたみたいなのも、初め見た時びっくりしましたね。これぞ抑えのピッチャーっていうのを思いましたね。今年解説をしていくのに、これちょっと頭を整理しなきゃいけないなと思うぐらい。江川卓の高され。今回は江川さんが選ぶ最強抑え投手というところで。うわー、難しいね。江川さんがすごいと思う選手を挙げていただきたい。最強の抑え ?NPB の歴代選挙成分は岩瀬。岩瀬か。407セーブ。岩瀬、はい。NPB 歴代2位、通算286セーブは高津慎吾。ああ、高津さんね。歴代3位、NPB252 セーブで、NLB で129セーブ、通算381セーブの75。うん。その他、和弘。うん。歴代4位は藤川君。ああ、そうか。わかりました。もうわかりました。今、何人か挙げていただいて、歴代のすごい方挙げていただいたのは何がすごいかなと思ったら、聞く前と聞いた後で何がすごく面白いっていうか、何がびっくりというか、何が感動かというと、全部ボールが違うっていうことですね。多分、岩瀬っていうのは、スライダーで、ずっとやったピッチャーですよね。だから、高津さんはシンカーですよ。まあ、落ちる、遅くなるボールですよね。バッターの手元に来ない、ずっと落ちるシンカーっていうボールですね。それから、藤川球児さんはストレートですよ。これが抑えのボールですね。から大魔神はフォークですね。でこう考えていくと、抑えのピッチャーっていうのは、もう我々の最近のイメージは、フォークボール投げる人っていうふうに決めてしまっていますけど、実際には違うボールでもちゃんとそういう記録が作れるっていうことを振り返ってみると、はあ、不思議なことだなぁと。フォークボールっていうふうに、抑えのピッチャーはないとできないと思っていた自分が、今年解説をしていくのに、これちょっともう一回頭を整理しなきゃいけないなと思うぐらい、いい話でしたね。この、いい話ってベータだから、いいデータっていうのか。その中で、江夏さんっていうのもすごい剛速球投手だったけど、日本一になった時に、最後の何球かは計算された何球かを投げて、コントロールで抑えた人なんですね。これはもう特別なボールはなくて、コントロールなんです。コントロールだけで抑えをしたっていう、また別のスタイルの方もいらっしゃる。で、これをどれが一番、まあ3位、2位、1位とやるんですけど、その順位付けというのはもう、まあ、江川卓のチャンネルですから、高されですからね。もう、たかがそんな順位かと思っていただいても結構ですし、されど順位をつけましたみたいなのも結構でございますけれども、もう好みになるので、3位は岩瀬投手かな。岩瀬さんはスライダーと分かっていて、これが当たらなかったっていうことが多かったですからね、みんな。どうして当たらないかって言ったら、スライダーっていうのは、大体が、ボールが来て、少しずつこう、例えば右バッターだとするとスライダーが入ってきて、このぐらい曲がるだろうなっていうところでみんなこう、カットっていうか、ボールに当てに入るわけですね。そのボールの当てようとするより、ボールが1個曲がるわけですね。ここから。バットを出した瞬間にボールが1個ピュッと曲がってくるんで、そこで空振りするっていうスライダーでしたよね。それもコントロール良かったので、打たないと思った時はもうちょっと中に入れて少し曲げないやつを投げていて、で、振る時にはもう1個中に投げて、今度曲がるスライダーを投げてたということなんでしょうけど、これがやっぱりスライダーということで抑えられるっていうことで初めて日本に出てきた抑えのピッチャーですから、まあ、岩瀬さんが3位ということになるでしょうね。それから2位は、高須さんにしたいんですね。で、高須さんがなんで2位かっていうと、シンカーを投げる。これも古田さんっていうキャッチャーがいて成立してたんですけど、高須さんのシンカーをいつ投げるんだっていうことをずっと見てて、ドキドキするんですね。いつ投げるのよって、ストレート投げたら危ないよって思った時にシンカー投げたり、シンカー狙ってるよって時にボンストレートが来たりっていうことをずっと画面を見てると、ドキドキ感があった抑えのピッチャーというこれは高津プラス古田ってことになると思うんですけどね、この抑えっていうのは、やっぱり2位に入れていいかなというふうに思いますね。惜しくも入らない。惜しくもは藤川投手ですね、今のあれでいうと。やっぱりストレートっていうのは、もう基本ですから、かすらないっていう、その落とさないでいい、かすらないストレートっていうのは、やっぱりピッチャーの理想なので、打たなきゃストライクになっちゃうけど、打っても上通過するっていう、その怖さっていうか、恐怖感をバッターに与えつつ、やったという意味では、もう例外の藤川投手でいいと思いますね。江川さんから見て、藤川さんのストレートがすごい。いい回転しますね、やっぱり伸びていきますから、まあ、ど真ん中に見えるからみんな振りに行くんですけど、それがもうガーッと上がってきますので、あれはなかなかやっぱり打てなかったろうなと思いますし、バッターに対しては、まあ、恐怖感は、高津さんのなんかは、こっちが恐怖感を覚えるわけですね、見ててね、緊張するけど、藤川さんのはバッターがやっぱり恐怖感を覚えたんじゃないかなと思いますね。で、岩瀬さんのはもう、どう小細工しても空振りしてしまうっていう曲がり方で、そのストライクのスライダーの曲がり方と、ボールからボールへ曲がるスライダーの曲がりのその凄さっていうことを、まあ、勉強、見せしたので、この3人はすごいですね。で、第1になりますけど、これはもう大魔神ですね。何がすごかったって言って、まあ、やっぱり一番すごいのは、バッターというのは、こう構えて、目の範囲だけで打つわけですね。構えて、軸をずらさないで、バックスイングを取って、そのままバットに来たボールに対してヒットしていくんですけど、大魔神佐々木さんのボールは、打つときに上にいるので、投げた瞬間、フォークが上に行くので、この顎が上がるんですよね。見てるとこう、みんなバッターが。顎を上げないと見えないんですよ。このぐらいの幅だったら、こう、目で見てて、こう、落ちたら、こう、いけるんですけど、大魔神は上から来るんで、ちょっとこう、コッと上げないといけないんです。もう顎が上がった時点で右肩出ますから、もう打てないっていうことなんですね。そのやっぱり、大魔神のその、まあ、もうストレートももちろん速かったですけど、この落差っていうのは、やっぱり、すごいボールだなと、フォークだなと思いましたね。で、一人だけ、横浜スタジアムで、石井選手っていう、石井宏、一緒に将棋やったんですけど、将棋やったって、昔の朝の番組でね、番組でですよ、サンデーって番組で将棋打ったの、石井と。おかしな番組ですね。まあ、それおかしくないけどいいや。その石井宏が、そのフォークの落ちたとこ打ったんだよ。一回だけ見たの。フォークの落ちたの打ったの。顔上げて、ガックンつって打ったんだよ。上がってガックンって言ったの、ライトに。右中間からライトオーバー打ったのだけ覚えてるんですよ。あと打ったの見たことないぐらいすごかったからね。だって上げないと見えないんだもん、こうやってやってて。グッと上がるんだもん、顔が。それで下がってくるからガックンって下がるでしょ。で、打つんだよ。打ったんだよ。おかしな話？いや、ほんと、そのぐらい落ちたっていう大魔神が。僕初めて見たときびっくりしましたね。まあ、メジャー行って帰ってきてから少し落ち幅がちっちゃくなりましたけど、メジャー行く前はすごかったですね。本当に。大魔神のフォークはすごかったね。これぞ抑えのピッチャーっていうふうに思いましたね。97年の成績に防御率 0.90。あ、そう、0.90 なの？はい。98年は 0.64。2年連続で 0.5。すごいね。僕らの言葉の格に何を言ってんだいってのあるのよ。わかります？何言ってんだいってね。0点はすごいよ。大魔神1にしております。上原さんは両方ですよね。フォークもちっちゃくてコントロールが良くて球も速いっていうことなんで、これは標準的なすごくこうちゃんとした標準の抑えですね。ストレートもストライク取れるし。フォークも小さく落ちるし、自分の思った通りに投げていくっていう点では、非常にこう、ノーマルな抑えの、非常にいいピッチャーだと思いますね。はい、今挙げた人たちはちょっと特殊な人たちを上位に挙げましたけど、上原さんは非常に標準にできた方だと思いますね。抑え投手、こうやって見ていると、岩瀬投手、また佐々木投手は、谷繁、高津さんは、そうか。はい。藤川さんみたいな。キャッチャーとの相性みたいなところだったり、名キャッチャーがいるといい抑えがいるっていうのの関連性みたいなことはどう感じですか？これはいいお話ですね。さっき古田さんのことを高橋さんの時出しましたけど、やっぱりキャッチャーとパックになってないと、パックっていうのこれペアっていうのないと難しいですね。1点を失ってはいけない場面にしか出てこないっていうことが多いので、この1点を取られないためにどういう配球をしていくっていうところとか、もう絶対的に打てないボールがあるわけですけど、それを連投するっていうふうに見せかけてなかなか投げないで、バッターが絶対振るときに投げるとか、もう安全を期してやるわけですから、その安全にっていうのはキャッチャーがやってるんですよね。その安全にってやってるところにピッチャーがそのサインで投げていくわけですから、キャッチャーありきだと思うんですね。キャッチャーがそういう素晴らしいキャッチャーじゃないとなかなかこれは成立多分みんなしなかったっていうところが、多分影に、そのセーブ王っていうか、セーブをすごくした人の影にキャッチャーありだと思いますね。はい。それはもういいキャッチャーだからこそみんなできたことだと思います。だから、ピッチャーが、これでピッチャーが7、キャッチャーが3じゃなくて、ピッチャーが10やれた。プラス、影の力があったというところが一番いいと思いますね。はい。はい。やっててよかったってやつよね。やってないとさ、いや、セーブやってないでしょって。やっぱりセーブっていうのは思ったんだけど、一回こういうことが、優勝、セリーグ優勝で、ヤクルトが相手だったのかな。で、西本がいいピッチングすごいしてて、9回まで行ったんですよ。で、ノーアウトランナーなしだったんです。で、僕はベンチで靴履いて座ってたわけ。で、一人目のヒットだったのかな、方法力わかんないんだけど、ノーアウト満塁になったんですよ。その時ね、監督誰だったかな、古田さんか王さんかちょっと忘れたんですけど、そしたら僕は座ってたんですよ。もう試合終わるからね、優勝だなと思って靴履いて。そしたら、うわーって言うから、はいって言ったら、行けって言うんですよ。え？どこに？みたいな。どこに？みたいなね、話だよね。行け。行ってくれ。いや、靴履いてます。履き替えて行ってくれ。俺で、そのまんま走って。西本満塁ですから。で、監督なんか、マウンド行くあたりに行って、3球しか投げてないんだから。ブルペン。座ってってもう、キャッチャー。バンバンバンつって、もう、江川つってんだからもう。3球しか投げてないよって。ここでまだ覚えてますよ。満塁で最初が、隅っていうバッターの人で、その人が、スライダーみたいなボール投げたら、ファーストゴロだったのね。で、ファーストがファースト踏んだんじゃなかったかな。ほんで、3点差になって、ランナーが2塁3塁か。ほんで、ホームランで同点ですよ。で、杉浦さん。よ。ほんで、もう、でも何球か投げたらもう、絶好調だったのね。それで、絶対投げちゃいけないインハイ投げたの。ホームランになったら同点だから、ここでインハイ、はっ投げたらさ、またあの人が、ライナーのホームラン移したんだよ。カーッつったらさ、ヒューッと上がったの、セカンドフライ。ね、セカンドフライは安心よ。ファーストじゃないから。篠塚だから。オラオラって中さん言ったから、よし、と思ってくって、こう構えられたんですよ。そしたらボールが穴に落ちたんですね。ボトって。3メートルぐらいだね。あれ篠塚だもん。篠塚ね。オッケーオッケーって篠塚取りましたよ。ツーアウト。で、3番もマルカーノですよ。マルカーノ1球、インコース。ストライクだったかな。2球目は同じとこ投げたらファールした。で、3球目、外のスライダーですね。で、ベースがあって、こういって、すっごい外れてたのね。で、あ、ボールになっちゃったと思って、ボール投げようと思って投げてたんだけど、ボール投げた。こんな外れてたら、平子さんっていうアンパイアが、ストライクって。で、俺、いいのと思ったの。いいのって思ったわけ。でも、マルカーノも、そう、やっぱり雰囲気だからさ、マルカーノも、しょうがない。諦めてる。はい。ここで、優勝したんだよね。これが西武の一つ、一個覚えてるやつですね。江川さん、もし、この人を抑えやったら面白いんじゃないかという、今の現役選手。あ、山本投手ですね。山本投手はもう抑えできますから、コントロールとフォークだったらできますね。ただ、多分先発している時よりも、フォークボールは少し大きく落とすでしょうけどね。抑えやったら。今の幅だとちょっと当たっちゃう可能性があるんで、もう少し大きく落とさないと空振りしないように。じゃあストレートともうちょっと握りを深くして落とすっていうことを、抑えやったらすると思いますけど、彼は十分できると思います。はい、だから今いろんなタイプありましてよかったですね。速くてフォークとか、フォークボール、スライダー、シンカー、ね、いろんなボールが抑えにできるんですよって、フォークボール話だけじゃないってことが今日分かったので、よかったと思いますね。はい、今日は抑えの話をしましたけど、小学生の皆さん、ストライクゾーンはアンパイアの方がストライクを決めるということが決まっておりますので、このチャンネルは動画を見たら登録するっていうのも決まっておりますので、必ずワンストライク登録入れていただくとありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。一応言っときますけど、ストライクボールは俺が決めるんじゃないからね。ストライクボールはアンパイアが決めるんですから。平子さんがストライクって言ったらストライクなのよ。どこへ投げたって。ワンバンだなんだろうな、もう。審判がストライクって言ったらストライクなんですから。それは野球のもう決まってることですから。これははっきり小学生、ストライクはアンパイアが決めるんですね。